おはようございます。2012年11月5日月曜日6時5分になりましたといったところで6分になりましたね。おはようございます。今日はですね、ちょっといつもあまり見てないサイトですけども、読売オンラインから、読売新聞ですねのサイトから見ていきたいと思います。今日ピックアップするのはこちら、こちらって出てない、偽ネットバンキング情報搾取型ウイルスを検出ということで、これはこの前からニュースにこうなってたやつですけども、ゆうちょとか三井住友とか、あと他いくつかの銀行でも出てきたんですけれども、ログインしてから偽のなんか画面が ID とかパスワードを聞くような画面が出てきて、でもってそこでこう入力するとその ID とかパスワードが盗まれるということがあったんですね。で、今までと違ってログインしてからそういう画面がポップアップして出てくるので非常にこうめんどくさいと。だからひょっとしたら本当にこうね、パスワードとか ID 間違えたのかもしれないし、そのあたりがすごくこう面倒な話なんですね。それでもやっぱり、本当に間違えても向こうからこう聞き返してきますから。で、それをですね、警察庁がいろいろこう調べてですね、で、そういうその情報搾取型ウイルスという、まあ、名前をつけてますけど、それをがあるということが分かって、で、またそれをですね、削除するためにいろいろどうも試したのか、いろいろ試したのかどうなのか分かんないですけども、その、警察庁が調べた結果、その3社のウイルスですね、ここに出てますが、マカフィのトータルプロテクション、シマンテック、ノートン、インターネットセキュリティで、それからカスペルスキーのアンチウイルスと、この3つのやつが、これらの、ウイルスを削除できますよということを発表しました。で、まあだからこういうウイルス対策ソフトを入れるとね、まあ、安心できるということなので、まあ、ウイルス対策ソフトを入れてないっていうのはもう論外なんですけれども、こういうものを参考にすればいいのかなというところです。まあ、それはそれとしてですね、私ちょっとこれは気になっているのは、警察庁がですね、こういう削除ウイルスのソフトを具体的にどこのメーカーのどういうのがいいっていうのを発表したというのが、ちょっとね、今まであまりないパターンだと思っていて、逆に言うとですね、これ以外のところはあかんのかっていう話になって、おそらくちょっと今日月曜日はですね、そこら辺が大騒ぎになりそうな気がするんですね。要はここに出ていない、アンチウイルスですね、ウイルス対策ソフトのメーカーっていうのはいくつもあるわけですよ、山のように。で、そういうところがですね、多分黙ってないんじゃないかなという気がして、いや、うちもできるって言って言い出すんじゃないかなという気がするんですけども、で、ここの中で特にちょっと驚いたのは、マカフィー・シマンテックが出てくるのはわかるんですけども、まあ、カスペルスキーもまあまあね、有名なところに出てくるんですが、ここにですね、トレンドマイクロの名前がないことにちょっとびっくりしたんですね。マカフィ、シマンテック、カスペルスキーが出てきてるっていうことは、トレンドマイクロぐらいはテストしてるような気はするんですけども、そうすると、ダメなのはそこのっていう、なんかね、とか、他にもまあいろんなところのメーカーのあるんですけども、ひょっとしたら、そこのってダメなのっていうね、いうような話になってか、なりかねない。その辺がですね、多分今日はちょっと注目かなと思ってます。各社いろんなこと発表するんじゃないかなと思ってまして、その辺が少しこう気になるニュースでしたが、まあ、逆に警察もこれを発表したっていうことはそれなりに、いろいろ調べたんだとは思いますけど、その調べた逆にね、ダメだったっていうのも出してくれるといいのになっていう気がするんですけどね。どうなんでしょうか。
さて、そんなところでもう6時11分になりました。今日月曜日ですね。また新たな1週間スタートします。いよいよもう11月に入ってですね、だんだん年の瀬が迫ってきて、また連休やら、で今年はね、年末年始のお休みがちょっと休み取ると10連休とかになる、形になるところが多いかと思うんで、またね、年末年始はあっちゃこっちゃに出かける人、特に海外に行く人多いんじゃないかなと思ったりしてますけども。さて、どうでしょうか。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。